くぞ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。後ろだ。そうだ、プレゼントしてやる。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。チッ、手抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間やつと一人で戦って注意を引きつける。よし、やってみっか。それじゃもう戦えねえはずだ。ほらや、みんなを殺そうとするひでやつは兄貴なんかじゃねえ。とっとと地球から出て行って二度とここへ来んな。ご飯はありだな。やはり貴様は一族の恥だな。一流の戦士とはこういうものだ。覚悟はいいか。まさか。何？魔眼光殺法。貴様！畜生、この俺がこんな奴らに。助かったぞ、ピッコロ。おめえがやんなきゃ、オラがやられてた。二人まとめて死んでくれればよかったんだがな。貴様はどうせ仲間がドラゴンボールで生き返らせてしまうだろうが。ドラゴンボールだと？
ああ、そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソトリ、だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人は一体いつここに。一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。ごはん、そろそろオラと行け手合わせしてみっか。え、お父さんと。ああ、自信持てよごはん。この短期間ですんげえ強くなったぞ。うん、貴様の甘やかしがなかったらもっと強くなっていたと思うがな。そう言うなよ。おい、どこへ行くんだ。ひっ、よし行くぞごはん。すぐにカリン島で先祖もらってくる。ピッコロ、ご飯のこと頼むぞ。すんげえ気が集まってる。もう？勝ったぜ、悟空。悟空？そうか、貴様がカカロットか。見ただけでわかる。すんげえパワーだな。悟空、俺も行くぜ。数が多い。一気に片付けるぞ。お。オラの本気見せてやる。
チャオズ、天津飯に先ず食べさせてやってくれ。は、はん。悟空、おめえの相手はオラだ。せいぜい楽しませてくれよ。たちも行くぞ。はい。うわ。まだまだ。見えた。うわ。チャクはつけてやっつ。よっしゃ。たまっちまえ。まだ。うろちょろと目障りな奴らだ。まずい。なんだ、さっきよかも力が湧いてくる。ピッコロさ。ピッコロ、チェッ、バカめ、死ぬ順番が変わるだけだってのに。一緒にここを離れるんだ。戦いに巻き込まれねえように。お父さん、ご飯、カメハウスにはブルマがいる。あいつに頼めばピッコロの体をしばらく保存できるはずだ。ヤムチャ、ご飯を任していいか。わかった、絶対死ぬなよ悟空。あいつ、なんで平気で歩いてやがるんだ。傷もない、体力も回復しているようだな。どうやら奴ら厄介なものを持っているらしい。いいのか悟空、体を保存したところで。ああ、ドラゴンボールは永久になくなっちまった。そのことなんだけどさ、もしかしたら何とかなるかも。
どうにかできるのか。悟空と天津飯たちが合流する前に、あいつらピッコロのことをナメック星人って言ってたんだ。詳しいことは後で話すけど、今は。ああ、なんとしても勝たなきゃな。まとめて来ようが同じことだ。みんな、無茶すんなよ。あ、畜生、ヤムチャさんもいてくれたらな。長女はどこ行ったんだ。動けるようになったからって調子に乗るんじゃねえぞ。オラの本気見してやる。こっちだ。チェックをつけてやっぞ。あっ、えい、こいつはどうだ。行くぞ。ありゃ、見えた。あめはめは。やはりな、カカロットの戦闘力が上昇した。どうやってあれほど動けるようになったかは分からない。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることができる。まさかそのことを知っていたのか。このナッパ様に勝てるわけねえだ。うっ、ナッパ様に勝てるわけねえだろ。ナッパ様に勝てるわけねえだ。くたばっちまえ。オラをなめんなよ。オラをなめんなよ。すまねえベジータ、助けてくれ。なーに、動けないサイヤ人など必要ない。死ね。なんてやつだ。それに今の力は。すまねえな、みんな。ほら、あいつと一対一で戦わせてくれ。悟空、わかった。天津飯、早く行こう。悔しいけど、俺たちじゃ役に立てそうに。しかし。おい、足を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。では、努力だけではどうやっても越えられぬ壁を。変身してぶっ潰してやる。大猿、何のことだ。しかしなぜだ。もうとっくに月が見えていてもいい時間だというのに。そうか、カカロット、貴様、
事前に月を消してやがったな。月とかサンとか何わけわかんねえこと言ってんだ。してやったりってところだろうが、そうはいかんぞ。満月の代わりになるパワーボール、それさえ作れば変身はできる。まさか俺様ができるとは思わなかったようだな。変身？ここからだ。弾けて混ざれ。砕け散れ。オザルの化け物。メガネ。所詮パワーアップといっても下級戦士ならこの程度だ。さっさと終わらせてやろう。この手で握りつぶしてやる。クリン、あそこだ。悟空。サンキュー、チャオズ。よく先祖なんて持って。仲間は回復してやらないのか。いや、弱いやつは見捨てる気になったか。ようやくサイヤ人らしくなったじゃないか、カカロット。最後の先祖はオラが。回復もできないならこれで終わりだ。貴様もすぐに仲間の元に連れて行ってやる。何？うさめ。いい加減にしろ。クロが死んでドラゴンボールもねえ。あったとしてもクリリンは二度と生き返られんだぞ。お前のことは謝っても許さねえ。身のほど知らずな。髪の色が変わったところで貴様が俺にかなうはずがない。試してみるか。話し方まで変わりやがって、いちいち気に障る野郎だ。こいつはどうだ。
そんなことはありえない。こいつが下級戦士のカカロットが伝説のスーパーサイヤ人など、あれはくだらない言い伝えのはずだ。くそー、サイヤ人ナンバーワンはこの俺だ。スーパーサイヤ人になれるのは俺だけのはずなんだ。やり、こいつはどうだ。この俺が落ちこぼれの下級戦士に、俺がまさか引き返すことになるとは。もう二度と地球に来るんじゃねえぞ。この屈辱は忘れんぞ。絶対にサイヤ人の壁をカカロット貴様を超えてやる。さん、一緒に行けないのは残念だけど、必ずドラゴンボール見つけてピッコロさんたちを助けてね。ああ、約束だ。おい、逃げねえでくれよ。別に取って食うわけじゃねえんだから。なんだってね。それがレーダーにあったナメクセのドラゴンボールか。こいつが狙いってことはやっぱり仲間か。仲間って何の話だ。やれ。これで終わりだ。これで終わりだ。チャックをつけてやっつ。
らの本気見してやる。ハッメハッメ。おい、やばいぞ、この数値は。やあ、うわあ、この木はビジータ。フリーザを倒し、あとは貴様だけだ、カカロット。どうだカカロット、俺もなることができたぞ。そうか、おめえがナメック星人を。みんなを生き蹴らせるにはベジータを倒すしかねえか。さっさと貴様もスーパーサイヤ人になれ。この俺に殺されたくなければな。これがお望みなんだろう。そうだ、この姿で今の貴様を倒すことがな。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできない。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのか。感謝するぞカカロット。こいつはどうだ。それだけ強くなっても、ドラゴンボールを望む理由は何だ。罪のない人々、ナメック星人たちを殺しやがる。弱い者などこの宇宙に必要ない。そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうか、カカロット。話にならねえな、ベジータ。まずい。スーパーサイヤ人になってもカカロットに勝てないのか。スーパーサイヤ人は激しい怒りと穏やかな心を持つ者がなれる。貴様が負けたのはその片方が欠けた半端なスーパーサイヤ人だからだ。それでまたとどめも刺さず見逃すのか。でもそれはお前に屈辱を与えるためじゃない。何？俺はいつでも相手になるぜ。強いやつと戦うのは好きだからな。カカロット、貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう、さらに強くなって必ず貴様を倒してみせる。こうして悟空とベジータの2度目の戦いは終わりを告げ、なめ
そして悟空は願いを叶えて地球に戻り、な、果たして孫悟空はどこまで強くなるのか。再び敵が現れてもきっとその限界を超えていくのだろう。